私がビアンキに乗る理由。レースに勝つために開発されたカーボンフレームカウンターベール、路面からの振動を除去し前へ前へと押し出してくれる、このボルトル XR3 ディスク。だから私はビアンキ。アナキッド仮面。いやー、最近キレが悪すぎる。動画のキレも悪けりゃ泡のキレも悪い、そしてスプリントのキレも悪いときたもんだ。さらにはこのカミソリのキレも悪い、いや、やばいんじゃないって話。マンドレルだよね。どうしてくれんのこの泡。この泡全然取れてねえ、全然取れてねえ、キレ悪い、ムカつく。何に対してもキレが悪いの。ムカつくんじゃない、いや、やばいんじゃないって話。マンドレルだよね。つうわけで今回はキレッキレなアイテム召喚するぜ。イエス。オーマイガー、アマゾンから降ってきた。今回箱じゃねえから破こう。破くぜ。出てきた。今回この新荒北仮面が手に入れたアイテム、こちら。キレッキレ。エヴァンゲリオン2号機のシェイバーだ。いや、やばいんじゃないって話。マンドレルだよね。すんげえ切れそう。プログレッシブナイフみたいに切れるんじゃないこれ。じゃあ早速開けていこうか。開け方がわかんねえ。いや、やばいんじゃないって話。マンドレルだよね。マンドレルしちゃうよ、これ。開いた。そして中には何が入っているかっていうと、こちら。ちょっと取りにくい。ガチガチ。あ、これ、初号機じゃねえや。2号機のデザイン。2号機。やっぱね、エヴァンゲリオンはね、このシンクの2号機が一番かっこいい。いや、やばいんじゃないって話。マンドレルだよね。早くヒゲ剃りたいよ。早くヒゲ剃りたい。そして中にはね、シェイバー。この2号機カラーのね、シェイバーが入ってる。そして、これね、このシェイバーを入れるね、ポーチ。専用ポーチがついてる。これがね、これが欲しかった今回。これが超欲しくてね、たまんなくて、約2000円出してね、買っちゃったこれ。さあ、シェイバーのデザイン見ていこうか。あ、これね、スペアの刃、スペアの刃。これもね、2号機カラー。いや、やばいんじゃないって話。マンドレルだよね。さあ、デザインを見ていこう。あ、こちら、エヴァンゲリオンの2号機のね、腕みたいなね、デザインですね。肩のとこにある02ってやつが書かれていて、ほら、2号機の左腕、右腕、まあ、どっちかわかんないけど、腕みたいなカラーリング。いや、やばいんじゃない？すげえ、これ、プログレッシブナイフより切れちゃうんじゃない？いくぞ。さっきの、100均のカミソリなんか、全然目じゃねえぐれ、スースー、スースー。鼻下も、さっぱり、顎下も、さっぱり、いや、やばいんじゃないって話。見てみて、シンジ。見てみて、シンジ。つるっつる。つまらない男。いやー、かっこいい。ピッカピカイケメンマンドレル。いや、やばいんじゃないって話。マンドレルだよね。これね、皆さんも、Amazon で買えるうちにね、手に入れたらいいんじゃない、いや、やばいんじゃないって話。マンドレルだよね。つるつるピカピカのね、顔面を手に入れて、動画も、走りも、キレッキレになるかな。キレ悪いの、治った？アナキッド仮面。いや、いくら動画のネタがないからっつって、シェーバーでヒゲを剃って、動画がキレッキレ、走りがキレッキレ、なるわけねえじゃん。何考えてんの俺。いや、やばいんじゃないって話。マンドレルだよね。これ、三星と宇都宮森林公園でエンカウントした時の仮面なんかもう、ね、ヒゲ面になっちゃったよ、ね。ネタのために大事なマスク、ヒゲ面になっちゃった。いや、やばいんじゃないって話。マンドレルだよね。何やってんだよ俺。夜勤バイトリーダーのプライドにかけてね、こんな動画作ってる場合じゃないんだよね。いや、やばいんじゃないって話。マンドレルでね、顔剥げちゃった。大丈夫。僕最強だから。領域展開について教えてあげる。照れるなよ。勘違いすんなよ。相手は誰だ？早く言えよ。払うぞ。楽しくなってきた。アナキッド仮面。